ら楽しめるマンドリン奏曲集というふうに3タイトルを読みますけれども、日本ではマンドリンソロと子供ってあまり結びつかないですよね。そもそも我々がマンドリンという楽器に出会うのは圧倒的に学生、大学生のクラブ活動が多いです。または早くても高校生、中学生、やはり部活でということになります。でそうなるとやはり合奏というところから入りまして、そして時々ソロの方にも興味を持つ人が出てくるというのが我々が知る一般的な流れになります。これがヨーロッパになりますと、マンドリンというのは特に私が住んでいたドイツもそうなんですけれども、小学生とか子供の時から始めることが一般的です。子供からマンドリンを始めるとどうなるかと言いますと、やっぱり一人で自分のペースで楽しむというのがまず優先されます。で、そこから集団で楽しむ、合奏ですね、という方向に進んでいくことになります。結果的に子供が聴いて楽しいなと思えるようなレパートリーというのが多くなってくる。つまりマンドリンのソロっていうのが本当に一部のとても上手な人たちのものではなくて、誰でも楽しめるんだというふうなことを、そういうふうなレパートリーをご紹介させていただければなと思います。